どうも、アリちゃんです。 YouTube ショートに出した新宿の巨大猫見てくれましたか？これもう一回見てみてほしいんですけど、めーって言って、その後にめーって猫ちゃんが返してくれるんですけど、めーって言ったら猫ちゃんがこっちに気づいてくれるんですよ。で、ん？って気づいてくれて、めーってちゃんと泣いて返してくれてるので、そこ注目して見てくれたら嬉しいな。タイミングバッチリじゃんって思って、ちょっとテンションが上がったので、みんなにそこも見てほしいなって思って動画にしました。なんでアコに猫ちゃんがいるのかなって思って調べてみたんですけど、最近ネガティブなニュースばっかりなので、猫ちゃんが元気づけてあげるみたいな感じで、あそこに猫ちゃんが出動したみたいですよ。あの猫ちゃんなんですけど、ずーっとアコに出てるわけではなくって、広告が入って、その間にちょっと猫ちゃんが出てきて、広告が入ってっていう感じで、広告と広告の間に猫ちゃんが現れます。結構まあ待ってればすぐ出てくるんですけど、株式会社クロススペースの公式ツイッター、こちらを見れば猫ちゃんがいつ登場するのかっていうのがわかるので、これをチェックしてから行くことをおすすめします。猫ちゃんがいる場所は新宿東口のクロス新宿ビジョンっていうところになります。地図で探せば出てくると思うんですけど、アルタの隣かな、新宿のアルタの隣に猫ちゃんがいます。猫ちゃんはおはよう編、おやすみ編、おしゃべり編っていう感じで、見るタイミングによっていろんな猫ちゃんが見れるみたいです。私が昼に行って見た猫ちゃんはこちら。夜に行って見た猫ちゃんがこちら。こういう感じで可愛かったです。で、猫ちゃんいつまでいるのって思うと思うんですけど、公式のツイッターによると、猫ちゃんいつまででもいます。期間限定とかではないみたいなので、安心していつでも見に行けるみたいです。で、猫ちゃんのツイッターもあって、これもすごい可愛かったです。皆さんも新宿に行った際は猫ちゃんに会いに行ってみてください。猫ちゃん可愛い、見に行ってみたいなって思ってくださった方は、ぜひ高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。